Thank you.
つぶやうちずのつぶやうちずのつぶやうちずのつぶや今日伸びちゃった気に入っちゃった僕の帰りに見ちゃったお名前は？滝川と言います。滝川さんは空飛ぶ円盤を目撃されたそうですが、その時のことを話してもらえますか？あのですね、あの金曜日の夜のことだったんですけど、あのオレンジ色に光る物体がですね、あのこう接近してきたんですよ。それで、あの私の頭の上に来て光を出してこう照らし始めたんですよね、私を。もうなんかすいませんけど、それで、あの私はですね、本当驚いてる。もしもし、ちょっと電話が遠いようなんですが、もしもし、皆さん、その UFO はどういう動きをしていたんですか？来ておりません。さっきの話だと UFO を見たとおっしゃってましたよね。 UFO はありませんでした。今電話で話していらっしゃる方は滝川さんですか？番組の途中ですが、ここで臨時ニュースをお伝えします。ただいま東京上空に未確認飛行物体が飛来しています。繰り返します。皆様ご機嫌いかがでいらっしゃいますか？日本と世界のホットな話題を素敵な音楽に乗せてあなたのオーディオプレイヤーにお届けします。ハムラビの木漏れ日をあなたに。私ナビゲーターのもやみすずです。それではご一緒にオーガニックなライフスタイルを模索してみませんか？ This program is presented by the Suzerainy Channel。ではスポーツの話題です。相次ぐ不祥事によりやっと日本相撲協会が重い腰を上げました。で、来年の春場所から人間の力士たちに混じり外国人ロボット力士が土俵に上がることを容認する方向で調整を進めているという内容のファックスが日本相撲協会からマスコミ各社に一斉に配信されました。関係者によりますと、8時間にわたる協議の末、伝統と格式を重んじる日本相撲協会が今回の結論に踏み切ったことは苦渋の選択だったとのことですが、本日はゲストに相撲評論家の井木保響先生をスタジオにお招きしております。井木保先生、こんばんは。こんばんは。今日はよろしくお願いします。よろしく。早速ですが、今回の協会の決定、とても意外という印象が強いのですが。そうですね。協会が下したこの判断の背景なんですが、実はですね、昨今の円高で外国人ロボット力士が大量に安い値段で輸入できるという事情があるわけなんですね。あら、そうなんですか。特にですね、今までは敬遠されていた、ヨーロッパ連合からの超合金の白人ロボット力士はですね、なんと今原価に近い状態で輸入できるようになっているんです。原価ですか？それは驚きですね。これほどのメリットをもたらすこの円高再起を利用しない手はないわけです。そうですよね。
はい、ということで協会は円高のメリットを最大限に利用する方針に切り替えたと見るのが妥当なんじゃないでしょうか。そうなんですか。ええ、それからもう一つ、なんとですね、今年の弟子検査の当日に人間の志願者がなんと一人も集まらなかったらしいんです。あらら、まあそれは一大事ですね。ええ、これは協会にとって死活問題なわけです。ええ、これもまた激安の輸入ロボット力士会員に拍車をかけています。ええ、なるほど、わかりました。ありがとうございました。いえ、ではこれに関連して中古ロボット市場そのものが今大きく影響を受けています。現場から五稜美希アナウンサーがお伝えします。はい、私は今空港に隣接される総合保税区域におります。今ですね、ここには世界中から集まった中古のロボット力士がなんと大量に足止め状態になっているんです。現場の係員の皆さんは現在その処理に追われているとのことです。そんな中、先日昭和30年代に日本で作られた中古ロボットの手は鉄腕アトムが税関の大混乱に乗じてロボット力士になりすまし入国しようとしました。しかしこのアトムは全部にマシンガンを2つも隠し持っていたため空港の危険物探知機により発見され銃刀法違反の現行犯で逮捕、ふるさと日本の地を踏むことなく本国に強制送還されたということです。五稜さん、聞こえますか？はい、もしもし、五稜さん聞こえますか？もしもし、はい聞こえます。今伝えてもらった事件ですが、その鉄腕アトムはどこの国から来たのか判明していますか？はい、当局では全容が解明されたようですが、この中古の鉄腕アトムを保有している国は政治的な事情により現在国名は明らかにされておりません。ということは今現在秘密になっているということですか？五稜さん、はい、そうです、公開しないということです。そうですか、わかりました、はい、ありがとうございました。もしもし、聞こえますか？もしもし、もしもし、五稜さん、美希ちゃん。海運号もびっくり、赤羽の新名物歌姫ジャクリーンの歌謡ダンスショーは毎週金曜開催中です。 Hello everyone. Good evening, Akabani. Are you enjoying tonight?いかがでしたか。今週のハムコも最新の話題をお届けしました。先日ですね、義理の母から羊羹をいただきましたの。宅急便で送られてきたんですが、それがですね、その羊羹なんと腐っていたんです。とんでもないですよね。その後見計らったようにお母様から電話がかかってきましたので、愛想笑いと一応お礼は言ったんですけど、こういう時ってはっきりと羊羹腐ってましたわって言うべきなんでしょうか、それともとっても美味しかったですわって言って済ますべきなのかしら。ほんと腐った羊羹を送りつけるなんて何かの嫌味かしら。まったく失礼ですよね。それではそろそろおいとまいたしますわ。ハムラビにこもれるようあなたに、ナビゲーターは私、もやみすずでした。ねえ、来週もぜひ聞いてくださいね。
うん。